はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね、仮面ライダーエグゼイドの総人レッパーデラックスガシコンスパローです。はい、こちらですね、仮面ライダーレーザーの武器ですね。はい、では早速開けていきましょう。はいはいはい、こっちだ。はい、ということでこちらがガシャコンスパローですね。はい、結構大きいね。うん、今現在がアローモード。そうだね、トリガーがここの部分にあって、うん、まあ、弓みたいな、かっこいいね、なかなかね。かっこいいよね。ピンクのクリアパーツでできてて、ね、うん、いいですね。炭酸電池1本で音声になりますので、はい、今入れてありますので、スイッチ入れてみましょう。はい、せーの、あ、いったいったね。はいはい、じゃあこの状態でトリガー。はい、今のチュッドーンってなるんだ。最初だけだ。で、B ボタン押してスペシャル攻撃してみてください。はい、すごいな、なかなかなんか火がブオブオ出てるような音がするんだね。うん、A ボタン押してみましょう。はい、A ボタン押すと分離しますね。はい、これがカマモードです。はい、カマモードの場合はここ、うん、出発って言った。うん、あ、いいじゃん、じゃん、来い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 、スペシャル攻撃。おお、これも結構な音がするんだね。うん、それでガシャコンスパラの裏側に、ガシャットのスロットがありますね。はい、じゃあこれ入れて必殺技やってみましょうか。はい、いきます。はい、ギリギリチャンバラ。はい、どっちなんだこれ、こっちか。うん、おお、なるほどね。うん、これ多分カマモードにしても一緒だよね。そうだね。うん、こっちしかない、音声が出る場所ないから。そして今ね、キャンペーンでやってるので、このプロトマイティアクション X のガシャット、これもついてきましたので、はい、組み立てましょうか。はい、うん、これがガシャットを持つところで、これが先のところで、これステッカーありますね。はい、ちょっとした組み立てだね。うん、で電池入ってませんので、電池買ってきました。はい、はい、じゃあ組み立てましょうか。はい、これすごい簡単だね、差し込むだけみたいですね。はい、よいしょ、いいね。うん、よし、できた。おし、そしたら今度は横か。はい、できた。オッケーオッケー。はい、ということでこちらがプロトマイティアクション X のガシャットですね。はい、よくできてるね。うん、あの普通にデラックスだね。はい、はい、で電池3本入れてありますので、はい、ボタン押してみましょう。はい、せーの、あー、そっかそっか、やっぱりプロトとはいえマイティアクション X なんだね。うん、お、あ、あー、なるほど、てってるれてってってってかないんだ。うん、はい、ステッカーこのような感じになってますね。はい、黒いね。うん、ではゲーマードライバーにセットしてみましょう。はい、マイティアクション X、 ではレベル2。はい、いきます、せーの、やっぱしっかり違いが分かりましたね。はい、あ、よかったよかった、テレビと一緒になってます。ではスロット1にプロトマイティアクション X、 スロット2にシャカリキスポーツガシャット入れてありますんで、レベル3やってみましょう。はい、せーの、ようやくできたね、これがね。うん、では決め技ホルダーにセットしてみましょう。はい、せーの、
早い。早かったね。うん。じゃあガシャコンスパローにセットしてみましょう。はい。あら、これだけ？これだけみたい。これだけなんだね。うん、ではパパはガシャコンソウ。僕はガシャコンスパロー。で、対決だ。うわ！うわ！これじゃダメだ、カバだ。何？ほら、ほら、だ。あ、痛い。ほら、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 ちょっと待って。これか。まず固めて。ほら、やっぱ固め、痛い痛い。よし、じゃあ私はプロトマイティアクション X のガシャットだ。俺はギリギリ様だ。うわはい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドの総人レッパーデラックスガシコンスパローとプロトマイティアクション X のガシャットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価お願いします。はい、チャンネル登録とコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。